ております。チャージは一株貸し上げ、お一人様から大人数様までぜひお気軽にご来店ください。やっぱりその機能って限界ありますし、こう完全に個室じゃなくてこの上とかでこうつながっていたり、人の声が聞こえてきたり、いびきとかいろんなあの騒音とかあるんですよ。いろんなことが煩わしくなってきたり、あの住民とのあの なんていうか住民のあの素行があまり良くなかったので、もうなんか別のところでこうふわふわしてた方がいいかなっていうのがありましたね。定住してるのがあんまり好きじゃないんで、なんていうかどっかに誘導するとかそういうのが嫌いで、こうあっち行ったりこっち行ったりでこう結構自由奔放に動いているので、よく言えばあの人にあまり干渉されないということなんですけど、悪く言えば結構閉鎖的で、あの人とこうすれ違うとか、あの田舎みたいにあの開放的なところもあれば、都会みたいに、まあ今は東京なんですけども、完全にあの他人とあの干渉しないとか、あの個人個人が勧誘しなくて、一人きりは寂しいけど、一人でいたいってそういうこう微妙な相反する思いをこううまくこう解消できるような場所かな。個室っていう面で一人ではあるけど、まあ上はつながってるから人の気配とか音とかはするから、完全に世界に一人ではないっていう、この外の世界とのつなぎ止める役割をしてくれるのもあるから、一人でいたいけど、一人完全に一人は寂しい、両方こううまくこう組み合わさってるから、逆にすごく居心地がいい空間かな。上の感が気に知らないと思うし、基本うち本人主義だから、下に手かかるから上のことなんかももはや16超えたら大人って認識をされるから、しかも私なんかは16だからもう働いてもいたから、もう社会人っていう認識の中で接せられてたから、
まりにも弱すぎてそんな長く生きられないって言われてたから、目標は二十歳まで生きることだったし、もうそれ超えちゃったから何していいんだろうみたいな、やりたいことってなんだろうみたいな、目的はもう全部虫になっちゃってるから、まあそれ見つけるのにもちょっとフラフラしてみようかなっていう、フラフラしちゃう。夢っていう夢はないし、1年後なんか想像はつかないし、あまりに自分に興味がなくて何も思い浮かばないかな。とりあえず生きていければいいかなっていう目標は明るく楽しくかな。あとは夢、マッサージ系とかには進みたいかなと思ってるけど、まあ、進めればそっちの勉強はしたいかなと。1年後、想像もつかないけど、まあそれなりに楽しくやってそうな気はする。なんていうか、その煩わしさから解放されたいとは言っても、現状というか、結局人とこう交流しないと人間ってやっぱり成長できないとは思うんですね。そうしてくると、やはり今の社会に全うしていいのかっていう自分の疑問の中で生まれた結論としては、マンボとかこういう満喫っていうのは確かに一時的な利便性は素晴らしいと思うんですけど、ずっとこういうところに依存していてはやっぱりダメだと思うんですよ。それは結局今までの生活とが嫌で、こういうところに至ったっていうのも、結局こういうところもまたこういう便利なところも依存していてはダメだと思うんですよ。そういう意味でもうすぐにこういうところを脱却して、新しい世界に順応していく忍耐力や力強さを持っていきたいなって思いますね。6月28日から